夜飯食ってないから、そう運動するような気分にならなくないですか？腹減ってるし、水も飲んじゃいけないし。僕ね、断食中にやるんですよ、そういう運動を毎日。マジっすか？18時間ぐらい断食して最近は。でその18時間断食の朝ですね、起きてからそれをやるので。筋肉つけるためにはある程度タンパク質、アミノ酸も血の中に入ってないと筋肉つかないじゃないですか、はい、無駄になりません運動。あで僕の場合心肺機能を鍛えようとしてるんで、むしろこう体の栄養とかを減らして追い込んだ方がいいんですよ。あの細胞を追い込んでミトコンドリアを鍛えるってやつなんで僕やってるのが極限状態を追い込まなくちゃいけないっていう。はい、それ早死にしません？逆にめちゃくちゃ長く生きれるか早死にするか、多分どっちかです。だからちょっとあの長く生きる方にかけてみようかなと思ってそれ かける必要なくないですかあでも長生きはしたいんですね。じゃあミトコンドリアの活性を高めた状態で長生きすると何歳になってもかなり若いんです。理論上はほとんど老けないんです、はい、健康寿命とかは心肺機能と完全にリニアに相関するんで、心肺機能は鍛えまくっておいた方が、うん、多分若くて健康的でいれるんで、だったらもう今からやろうみたいな感じでやってるって感じです。なんか何十年と若い間その苦労をする時間損したなとかなんなんですか？あの人間ってうまくできてて、うん、それやり始めると 1,2 セットぐらいで8分とか過ぎたあたりからアドレナリンが出まくっちゃって気持ちよくなってくるんですよ。うわうわそのタイプだうわって言われたうわって言われた、はい、じゃあちょっとひろゆきさんが引いたところで次いきますねはい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。